いろいろあったけど、本当にありがとね。何度お礼を言っても足りないくらいだけどさ。そうだ、暁のみんなと一緒に聞いてもらいたいことがあるんだ。だからちょっと待ってて。みんな集まってくれてありがとう。ありがとうなんて言葉だけじゃ言い尽くせないくらい心の底から感謝してるんだ。でもみんなが感謝されたいからって必死に戦ってくれたわけじゃないことも知ってる。だからアラミゴをしっかり支えることで応えさせてほしいんだ。コンラッドの後を継いで解放軍の先頭に立った以上、こんな私にもこれからのアラミゴに責任があるしね。でもそう思った時に気づいちゃったんだ。私はもう中立じゃいられないんだって。だからけじめをつけるべきだって考えたんだ。アラミゴのために働く以上、中立の暁にはいられない。わがままだって分かってるけど、それが私の決意なんだ。怪我の痛みも残る状態で来てみれば、そんな話とはね。今まで散々かけられてきた迷惑のお返しはどうしてくれるのかしら。冗談よ。しっかりやりなさい。でもこれだけは忘れないで。暁を抜けたとしても、あなたは私たちの仲間よ。それはずっと変わらない。そうよね。そういうことだから、困ったことがあったら絶対に遠慮なんかしないで、すぐに私たちを呼びなさい。きっと約束よ。外れてしまったか。まったく、糧を得るのも楽ではござらんな。ここがあの世かとも思ったが、どうやら拙者生きておる。その証拠に腹がすく。やっと悟った死に場まで気合で乗り越えんでもよかろうに。天はまだ拙者になすべきことがあるとでも申すか。まっことままならぬ。しかもよりにもよってこやつも一緒とは。